いや、寒い。あ、やっとね、日が照ってきましたね。はい、おはようございます、カパパです。僕の地元、栃木県の足利市というところにいます。今日登るのは、まあ、あそこにね、山名がでっかく看板で出てますけど、今日は大正山を登ります。それではですね、大正山登山ルートですが、登山口に設置してあるこのマップでご案内します。拡大するとね、こんな感じです。まずね、炙り神社駐車場をスタート、妙義山へ向かいます。岩場を登りきると妙義山山頂、そしてね、妙義山から急斜面を今度下って登り返すと大正山の山頂です。戻りは気持ちの良い林間コース。それでは行ってみましょう。あ、ここにも駐車場あるんだ。あ、トイレがある。トイレなのかな。ここはね、株ママの情報によりますと、トイレの状況はですね、ジャパニーズクラシックスタイル、それでね、ライトレス、明かりがないということですので、お気をつけください。はい、施錠。妙義山大正山、ありゃ、いきなり急と駐車場があそこです。駐車場からゆっくり斜面登ってきて、いきなりかなりの急登になります。まあ、ロープとかはね、いらない急登なんですけど、これね、地面乾いてっからいいよね。今日はこれ雨降った後のここ下りって怖いだろうね。今日はね、膝の具合はバッチリです。おお、なんか展望がね、良くなってきた。はい、神社からね、 0.8 キロ登ってきました。おお、大正、すげえな、あれ反射してんじゃん。ステンレスかな、あれ。すごいな。あんなわかりやすい山、富士山の次ぐらいだろう。あれはね、まあ一応、右から大正って言います。大正山です。だいぶ向こうですけどね、あそこまで今回、登ってね、反対側から降ります。
すごいこれはすごい。佐野のさ、唐沢山や三鴨山の方も見えるね。怖いな、そこのベンチ。怖い。こっちから見てると、うん、こんなね、大絶景、うん、すごいね。つくばの方はちょっと見えないね。ここ痛くない俺は高所恐怖症だから。はい。あれ、なんかトンネルになってるとこれ。あ、トンネルというか熊の巣穴じゃないこれ。お、ベンチがあるよ。お、見晴らし良さそうだね。あ、大将の字が、ほぼね、真横から見てる感じ。ちょっとね、山頂拡大してみましょう。ほら、こんな感じ。あー、ポコッと、坊主頭みたいになってる。ここにはね、まあ、ベンチとテーブルがあって、まあ、4、5人くつろげそうですね。非常にとんがった罠を登っていくと山頂ですね。さあ行ってみっか。いやー、結構とんがってるよこれ。あ、巻き道発見。はい。あ、おっさんはね、無理しないで巻き道行きましょう。おお、山頂とんがってんねこれ。おお、お、三角点。これが妙義山なんだ。はい、妙義山山頂。あの、4日ぐらい前行ったね、大室山もすごかったけど、ここもすごいね。はい、来るときはね、こっちの尾根を上がってきたんですけど、ここから妙義山で、下りはね、今度こっち側を下ってきます。結構急ですね。これ行くとね、例の大正山の方に向かってきます。では行きましょう。はい、あの、案外ね、サクッと登れたんで、もうおにぎりとかね、お味噌汁とかいっぱい持ってきたんだけど、なんか食べる機会がないですね。ちょっと降りたところでね、お腹空いたら食べたいと思います。ちょっとね、カメラしまいましょうこれ。
ありがとうございます。こんにちは。いやー、妙義山からのね、下り、鬼のような岩場でしたけど。でもね、まあ僕らはあそこ初めてなんで、でしかも、もう膝が本調子じゃないんで、ちょっとびくつきながら降りてきましたけど、地元の方はね、関西で買った1980円ぐらいのゴム長でひょひょ降りてきちゃって。まあ、なんでも慣れが一番とは言うけど、ね、僕もあんな感じでね、降りれるぐらい回復したいなと思います。さて、あれ一回降りたら、またなんか登るものが出てきたよ、これ。え？これがもしかして噂のあれかな？さあ行ってみましょう。頂きに出てきたよ。うん、なんかあるね。うん、え？おねん出たよ。うん、おお。またまた。あれは俺が2番目に好きな山、浅間山ですね。いやー綺麗だね。あなんかちっちゃい三名板が、あ、ここが大正山。こちらでした。これが大正山だったんだね。大正って書いてある割には正だね。山頂はそうですね、狭いですね。いや、意外な形の大正山。気づかないうちにね、通り過ぎちゃいました。あそこでした。はい、じゃあ今日はね、ここに書いてある大正山山頂282メートル。はい、じゃあ大正山降りましょう。いや、これは下りが絶景だね。これ半端じゃないね。はい、これ分岐なんですけど、まあ左行くとね、まあ出発してきた駐車場の方で、ここでぐーっとまっすぐ行くと、多分あの盛り上がった、さっき誰かが立ってた山、あそこを経由して降りるんだと思いますよね。だからこっち行くとね、まあ多分15分か20分大回りになるけど、まあどっちみち駐車場の方に降りれます。じゃあこっち行こうか。最後というか、カグママがあの上に達したいって言うからおまけで登ってきたんだけど、結構ね、落ち葉で滑る感じなんで、気をつけていきたいと思います。おお、これはすごい。遠回りしてきてよかったね。あそこが妙義山で、あそこが大正山で、ここがなんとかさんね。なんとかさん、こんな感じなんだ。すごいな。へえ、あれがね、渡良瀬川ですね。足利の町、なんとか山に来ました。へえ、ちょっとね、こっから、うっすら見えるかな。渡良瀬橋じゃないかな、あれ。あそこ。ねえ。森高千里さんのね、曲で有名な渡良瀬橋。はい、というわけでございまして、降りましょう。もう10時半ぐらいになっちゃった。いつの間にか。はい、ちょっと下りなんで、カメラしまいましょう。
かなかったらこっち行ったから、まっすぐそのまま下の下の方に向いて行っちゃったんだろう、ね。あ、こっちだって。へえ、こんなとこ行くの。マジで。おっ、おっとっと、危ない。いや、このコース景色がいいからいいけど、アップダウン多すぎ、疲れる。はい、このピークもね、こうベンチがありまして、正面が大小。結局、まあ、駐車場がそこら辺なんで、ぐーっと登ってね、あの大小山の裏を通ってここに回ってきたという感じなんですね。だから最初登りでね、大小山の文字向こうから、多分あの岩場だと思うんですけど、あそこから見てわーなんて言ってたのが、ほんとね、1時間ちょっと前で、素晴らしいね、よくあそこに字を設置したよね。そっちの人の方が偉いと思うけど、今日は二人とも偶然丸かぶりです。なんかね、お腹減ってきちゃったよ。うまっ、うまいね、うん、うん、食べるよ。はい、お弁当ね、美味しかった。本当ちっちゃいね、カップでもいいから、やっぱりあったかいものを食べると体調が戻りますね。自律神経が復活するというか。はい、というわけでございまして、降りましょう。本当にもうピークないだろうね。だいぶね、地面平らになってきたと思ったら、はい、ゲートですね。イノシシゲートかな、クマゲートかな。はい、考えたね。ああ、はい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 、ここはなんていうの、神社の駐車場っていうか、上の駐車場ね、トイレがあるとこ。ああ、こういう風になってんだ。すごいね、ここ集会場みたい。ハイキングコースって文字が書いてあるの、こっち。はい、来るときはね、まあ、来るとき、登るときはこっちから登ってきました。では、駐車場に戻りましょう。はい。はい、駐車場戻ってきました。いやー、すごいね、かなり埋まっちゃってますね。こんなに来るんだ。まあ駐車場が立派だからさ、結構来るもんだと思ったら、はい、あ、そうです。あ、いつも見てます。ありがとうございます。僕ね、まあ細々とヤマップやってるんですけど、たまにヤマップ更新するときに結構大小山に行ったっていうね、レポートが上がってるんですよ。結構多いんですよ。でね、まあ大小山って足利の山だなっていうのは知ってましたけど、数が多いんで、あ、相当ね魅力あるんだなと思ってたんですが、なかなか地元って行かないじゃないですか。で、今回ね、理由がね、分かりましたよ。本当なるほどと思った。まあ、当然ね、低山だから、まあ、低山なりの高さしかないんで、まあ、景観もね、さほどじゃないと思ったら、
いや、周り何もないからね。もう全然、もうすごいよく見える。あとね、まあ、適度な岩場とね、適度な下り。気をつけなくちゃいけないポイントはいくつかありますけど、まあ、やっぱりね、あの、年配の方でもね、登ってらっしゃいますし、これはおすすめですね。あのね、宝鏡山、それと、小町山。まあ、これもね、いいんですけど、もう僕は惚れてる山ですけどね。この大正山もすごくいい。はい。というわけでございましてね、今回もご視聴ありがとうございました。カバオでした。